Our next inductee comes from Asia and is the first FIBA Hall of Famer from Japan. He was an inspirational player for many years in his home country as a fiery point guard and leader. From the time he led his team to the 1988 National High School Championships title in Japan, much was expected of the playmaker, and he delivered. More on this video. Amazing images from a stunning career. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Kenichi Sako from Japan. まずはじめにこのような名誉ある FIBA 殿堂入りに選出していただきました。FIBA の関係者皆様に感謝申し上げます。誠にありがとうございます。そして両親といつも一番近くで支え続けてくれている妻と子供たちにもこの場を借りて感謝したいと思います。バスケットボールにおいて素晴らしい実績と歴史を積み上げてきた世界中の名選手の仲間入りを果たせたことは非常に光栄であり、日本人選手として新たな歴史を刻むことができたことを非常に嬉しく思っています。自分がバスケットボールを始めたのが8歳の時でしたが、きっかけは父親がバスケットボールをしていたということを知り、両親に褒めてもらいたいという、そういう思いから競技をスタートさせました。その背景には、自分が両親から離れ、祖母に預けられて生活をしていた時期があったという、そういうことから少し両親の愛に飢えていたのかもしれません。そのことによりバスケットボールを通じて自分を見てほしかった、そういう思い、そういう記憶が今でもはっきり覚えています。しかしバスケットボールをやり始めたら、そういうきっかけや思いとは全く裏腹に、その楽しさに魅了され、仲間たちと毎日一日の大半をバスケットボールに費やしていた、そういう記憶もあります。バスケットボールを始めた当時のことを思い返しても、今回の FIBA 殿堂入りという名誉ある賞の受賞や日本代表でプレーするなんていう、そういうこともまた数多くのタイトルや優勝を経験できるということも全く想像していませんでした。私のキャリアにおける成功は、自分にこれまで携わっていただいたコーチ、スタッフ、チームメイト、ファン、そして多くの友人と家族のサポートなしでは決して成し遂げることができなかったと思っています。その方々にも感謝を伝えたいと思います。この FIBA の殿堂入りという栄誉は、私個人の功績ではなく、日本バスケットボール界に関わっているすべての皆様の努力の証だと思っています。日本は世界のトップレベルのチームと戦うにはまだまだ成長しなくてはいけません。しかし世界で活躍している優秀な選手たちも出てきています。その選手たちを目標としている若くて有望な選手たちも増えてきていると実感しています。私は現在日本代表アシスタントコーチおよびユース代表ヘッドコーチを務めていますが、私が現役時代に経験したことや私自身が指導者としての学びを続けていくことにより、スキルや戦術だけではなくメンタルの部分も育てていけるコーチになることを目標とし、バスケットボールの発展に向けて邁進していきたいと思っています。最後になりますが、現在新型コロナウイルスの影響により世界中で多くの人が苦しんでいると思います。私を含めバスケットボール関係者ができることっていうのは微力で限られていると思いますが、スポーツには人々に勇気や元気を与える力があると信じています。バスケットボールという素晴らしいスポーツの力を信じて、世界中の人々が力を合わせて、一日も早くこの世界的困難を乗り越えられることを願っています。本日は誠にありがとうございました。